皆さんこんにちは、宮古リフォーム側です。今日もリフォーム産業新聞の高田さんをお招きして、リフォーム大賞2024のお風呂、はい、中級価格帯部門のランキングを発表していこうと思います。はい、じゃあ高田さん、1位から3位までまず発表していただいてよろしいでしょうか。はい、ありました。中級価格帯部門、まず第1位は TOTO のサザンヌです。そうですね、まあ、これはもう去年もまあ1位ですし、総合ランキングとしてもまあ1位に輝いているお風呂がありますので、はい、まあ、鉄板かと思います。1990ポイント。はい、じゃあ2位いただいてもよろしいでしょうか。はい、2位は宝スタンダードグランスパです。そうですね、さっき3位発表していただいてよろしいですか。はい、3位はリキシルのリベアです。はい、ということでこの2位が宝スタンダードグランスパで、3位がリキシルリベアになったことによって、これどうなったかというと、去年と順位がここで逆転しております。はい、2位と3位が入れ替わりました。はい、で宝スタンダードのグランスパがまあ2位に出たわけなんですけども、まあ、この理由も後で説明させていただければなというふうに思います。でまず1位の TOTO ザタドなわけなんですけども、まあやっぱりこれは何といってもコスパの良さですよね。そうですね、はい、やっぱり TOTO の、まあ、サザンヌを提案しておけば、お客さんとしては変な提案したって思わない、うん、っていうのともに、まあ、値段的にも、まあ、それなりに、まあ、あのお客さんに受け入れられやすい価格、うん、お風呂のリフォームって大体こう100万ぐらいってイメージないですか。そうですね、100万、100万ぐらいできたっていうふうに思ってる方多いと思うんですね。はい、そういうニーズをまあ実現しようと思ったら、まあ、ちょうどサザンヌがいいっていう、うんうん、値段的にはどうですか。そうですね、まあ、どっちかといったら、まあ、お客さんニーズの、まあ、お値段、まあ、予算というのはまあ実現できるのはこれということで、うん、やっぱりリフォーム会社としてこれ持っていきますよねところだと思います。とで一方でやっぱりお掃除だけだと人材浴槽っていうオプションも選べたりであるとか、まあ、そうするともともと FRP のまあ浴槽になるわけなんですけども、まあ、アクリル系のコーティングがされているんですよね。なので、まあ、そうするとまあ見た目も良くなって、まあ、傷もつきにくいなと思いますね。うん、リフォーム業者様必見、宮古リフォームの成功ノウハウ全て教えます。詳しくは概要欄まで。で大体やっぱこうショールーム行くじゃないですか、はい、で見るじゃないですか、物をすぐ分かりますからね。絶対こっちの方がいいってなりますもん。あ、もう一目でもう人材浴槽の方がいいってなりますもん。でこれまた、ね、見せ方がうまいというか、 FRP の浴槽のサイズちっちゃいんですよ。 120cm×160cm みたいなユニットバスで FRP 浴槽なんですよ。はいはい、一方で 160cm×160cm のユニットバスの展示で人材浴槽にしてるんですよ。その大きさも相まって余計に人材浴槽がよく見えるんですよ。そうです、1616サイズって一番こう大きさがパッて見て分かりますからね。はい、っていう感じで、まあ、やっぱりこうサザンヌっていうのはやっぱお掃除楽々人材浴槽っていうのはまあ映えるというか、うん、はい、選ばれやすいオプションになるって感じですね。であとはやっぱりほっからりかっていうところ でやっぱりまあ踏んで柔らかくてあったかい、まあ、床になってるわけなんですけども、あとはまあ浸水性加工っていうまあ加工が施されてまして、まあ、汚れの下にこう水が入って一緒に汚れを流してくれると、うん、はい、まあ、普通だったら汚れの上に水が乗っちゃって汚れ残っちゃうわけなんですけども、そういうコーティングされてることによって、まあ、汚れが落ちやすい床になってますっていうところ で、まあ、サザンの中でも安いグレードのものと高いグレードのものがあるんで、まあ、中級グレード以上のものをサザンの中で選べば、まあ、ほっからり床っていうのがまあ標準装備されているような感じになりますね。うん、っていう感じでやっぱサザンヌっていうのは、まあ、中級価格帯といえども結構その上位の TOTO、まあ のシンナーと、まあ、同じような仕様にできると、まあ、デザイン面で言うとやっぱシンナーの方が群馬上がっちゃうわけなんですけども、まあ、機能面で言うと、まあ、サザンヌで結構十分っていうようなところでやっぱサザンヌ選ばれる方多いかな。あとあれですね、忘れてました、床ワイパー床ワイパー忘れてました床ワイパーですよね。やっぱきれい除菌水を、まあ、床に吹きつけて、まあ、それぬめりとかがまあつきにくいようにするっていう、まあ、そういう床ワイパーっていうのを選べるっていうのも、まあ、他メーカーでない特徴になりますんで、やっぱりそういったところを求めてサザンヌ選ばれる方結構多かったりするかなというふうに思います。そうです、やっぱ掃除しやすいっていうところはやっぱり水回り何においても重要ですけど、そういう意味ではサザンヌは一つこう頭が抜けてるかなというところがありますね。はい、でまあ、2位グランスパ、3位リクシルリベアなわけなんですけど、まあ、どっちかってこうグランスパがこう上に上がったというよりかは、僕はリクシルリベアが落ちたっていうようなイメージなんですよ。まあ確かに今回の票数で見てもグランスパが410ポイントでリベアが390ポイントなので、いわゆるその差はほとんどないですね。ないですね、はい、なんですけど、これまあ3位落ちた理由をあえて分析すると、はい、このプロが選ぶ人気お風呂ランキングじゃないですか。やっぱ改めてですけど、売れるっていうのと、その商品自体が人気で売れるというのともに、まあ、売りやすいっていうのも、はい、まあ、あくまでこう業者が選ぶランキングになりますんで、うん、まあ、重要になってくるわけなんですけど、まあ、リクシルリデアの前身のアライズっていう商品から、僕の中に言うんですけど、リデアに変わりましたと、はい、そうすると一気に値段が 30% ぐらい上がったんですよ。そうでしたね、それはもう、はい、お客さんの出し値で10万ぐらい上がってるわけなんですけど、ってなるとどう思うかって話で、まあ、結構やっぱ価格推しでリクシルアライズを売ってた人って僕多かったと思うんですね、業者側に。そうですね、で確かにもうコスパめちゃくちゃいいと思ってたんで、まあ、やっぱそれをよく売ってたわけなんですよ。けどそれがやっぱり
商品改定になって値段がバーン上がったことによって、あれ刺すのと変わらねえぞみたいなってなると、やっぱ相対的になんか売りにくくなったよねっていう、お客さんとしに提案する金額として出しやすい金額からちょっと出しにくいというか、まああえてリクシルリディアじゃなくてもみたいな、無理にこう教えなくてもサザナでいいんじゃないかとかっていうような、っていう風にサザナにこう吸収されていった層っていうのがあるんじゃないかなって。なるほど。リフォーム会社をお探しの方必見。これまでリフォーム塾に出演していただいた企業を地図から探せる。詳しくは概要欄へ。ちなみに去年のポイントなんですけども、はい、サザナが2060ポイントで、リディアが460ポイントで、ブランスパは330ポイントなんですね。あ、なるほど。じゃあちょこっと、まあ、リディア分かサザナ分か分からへんけど、ちょこっとグランスパが吸収したって感じですかね。そうです、数字だけで見ると、はい、なるほどね。まあそういった意味では、まあ、タカラスタのグランスパって、まあ、その前の名前がのびのび浴室のびのび浴室と書いてのびのび浴室っていう、はい、名前なわけなんですけど、まあどうなんですかね。さあ、そこから差で言うとそんなにないような気がしますけどね、グランスパうん、まあけどやっぱ相対的にどっちかって言ったら、まあ、グランスパ、まあ、グランスパって商品改定ありましたけど、まあ、正直そこの商品改定の内容としてはそんなに差はなかったので、どっちかって言ったらリクシルが僕は相対的に落ちたっていう、そうですね、イメージです。確かにポイント数で見ると70ポイント、まあ、わずかでありますけど下がっていて、はい、その一方でグランスパが80ポイント上がってるっていうところを考えると、うん、まあ、去年リクシルにリディアに投票した人が、うん、映ったって見ても違和感はないところでありますね。はい、まあ、ちなみにグランスパの特徴は、あの磁気タイルの床ということで、まあ、あの丈夫ですよね。デッキブラシで擦っても大丈夫っていうところと、ね、アクリル系の人造大理石も選べるというところが、まあ、特徴になっておりますというところで、あとは4位以下はビバス、ビバスパナソニック、まあ、これも新商品だったはずなんですけども、ランキングとしてはまあまあここかみたいなまあビバスっていうところで、まあ、エプロンがおしゃれなものも選べますであるとか、うん、まあ、あとはカウンターにもなる水洗とか、そうですよね、あとはまあ掃除もできるシャワーみたいな、シャワーヘッドからプシューって水できて、うん、まあ、それで床とかが掃除しやすいですよみたいな、まあ、そういう風なまあ新商品を発売したわけなんですけども、まあ、ランキングとしてはまあなかなかベスト3には入れないよっていうところですかね。うんうん、まあ、機能性は悪くはないんですけどね、なんかまああえてのその中身と価格を考えると、これお客さんどうですか、ビバスどうですかっていうのを、まあ、業者からは、お客さんからそのニーズがない限りはなかなか提案しにくい、提案はしづらいですね。うん、どうなんですか、スゴピカ素材って言って水族館の水槽にも使われるような樹脂を使った、はい、まあ、浴槽になったりとか床になってるんで、まあ、掃除しやすかったりすると思うんですけどね。うん、あとはあの床っていうのが、まあ、全くのフラットじゃなくてちょっと立ち上がりあるんですよ、パナソニック、はい、ビバスとかっていうの、っていうことによってその床の縁、うん、角にあの汚れが溜まりにくいっていうのが特徴はありますんで、まあ、そういったところで、まあ、結構ビバスっていうのもいいんじゃないかなと思いますけれども、価格面でサザナを入れる時よりもやっぱり何十万っていう感じで上がっちゃうんで、まあ、そういった意味で言うとなかなか こだわりがあるお客さんじゃないとなかなかビバスって提案しにくいかなというふうに思います。そうですね、はい、今日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。